はい、どうもこんにちは、カリパイです。さあ今回もね、サンズオブザフォレストやっていきたいと思います。前回ね、ここでね、一時キャンプ場ということでね、こんなのやってみたんですけどもね、今回はね、この向こうからね来て、こっちですね、進行方向、今画面前見えてるこっちの方へね、ちょっとね、足を伸ばして、そう、この島がね、どうなってるかっていうのをちょっと見ていこうと。まあ向こうも気になっちゃなるんだけどね。うん、とりあえず今回はこっちの方行ってみたいと思います。さあ、ということで、これあれなんだよな、ゲームね、アウトしてね、中に入るとね、これまたアイテムが湧いてるっていうね。まあまあ、これ仕様なんでね。うん、あのフォレストの時もそうでしたよね。だからこれ美味しいんだよな、アイテムまたね、こうもらえちゃうっていうのがね。うん、よし、ということでもらっていこう。なんだこれ、紙の的だって。よくわからないものが出てきたとですね。ここも全部もらって、よし、行きたいんだけど、これね、もうなんかあれだね、暗くなってきそうだし、なんか疲労してるってなってるから、まあ寝るか。よし、おはようございます。で、喉が渇いちゃってるから、さらにね、まあちょっと朝飯にですねこのね、朝から肉を食べていくっていうね。そういえば君は何も飯も水もいらないのか。自分で用意してるのかな、もしかしたらね。うん、かもしれないよね。よし、ここね、意外となんか平和でしたね。ミュータントじゃないし、まあなんていうかな、食人族とかね、原住民とか何も来ないな、ここ。うん、平和だった。よし、腹もいっぱいになって、水も飲んで、喉がもう潤ったからね、行きましょうかね。よし、あ、そうだ、忘れてた。ついてこいでいいか。ついてこい。あれ、なんかうなずかなかったけど大丈夫。行くぞ。よし、行きましょう。カメがね、前回見つけられなかった。あ、カメいるじゃん。カメいた、カメいた。ちょっとごめんなさいね、めっちゃカメいる。よし、カメを、これ肉がね、もらえるもんね。あ、甲羅あるね。いや、よく見た、カメめちゃくちゃいるじゃん。よし、肉ありがとう。ちょっとごめんな。よし、カメの肉をね、とりあえずいっぱいもらった。甲羅ね、もらったんだけど、フォレストの前作みたいにね、なんかほら、雨水を溜めてどうのっていうのはね、なんかなさそうなんだよな、今のところ。今後あるのかもしんないけど、ないっすね。だからカメ、そうですね、その代わりあれなのかな、その 3D プリンターで作ったね、水筒っていう風なのかもしんないけど。よし、じゃあ行きましょう、行きましょう。あー、これはね、これもうここまでか。浜があるのはね、あ、そうだね、よく見たら。さすがにこれこっちから行くのは得策じゃないでしょ。上から行きますか、じゃあ。行きましょう、行きましょう。さあ、結局ね、森の中ということになりましたね。この辺りはあれだね、こうなんか木々が紅葉してるような感じになってて、エリアによって、あれですね。さあ、このエリアに来たんですけど、ここもね、かなりこれ、海面から見るとね、高さがありますね。ここ、ほら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 。ねえ、こう、険しい崖になってる、ここ。そして、どうですかね。あまり出会わないな。あ、綺麗な道があるよ、ここ。これよく見たらさ、これマップにも道があるね。これだね。これですね、どうもね。道に沿って行ってみるか。あ、あった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 。誰かの形跡が、これはなんだこれは。あれれれれれれれ。この骨は人間の骨だよね、どう見ても。っていうことはあれか、仲間たちだったってことだな、多分な。ですよね。白骨化してしまっている。ナム。
今までね骨拾う時ってほら敵からね敵を焼いて拾ってたんだけど、仲間の骨っていうのはちょっと斬新だなこれ。よし、でも潤った、確かにここいい場所だね。あ、そうだ、あれ補充していこうっと。あ、この水の中にも亀がいるぞ。ほら。でもこれ海の亀とちょっと種類が違うっぽいね。サイズが小さいな。あ、ここの亀はね、甲羅とかじゃなくてって感じなんだろうから。ほら。肉をね、一つもらえるだけでしたね。種類がちょっと違うっていうか。あー、でもここいいね。水があって。そうですね。よし。じゃあ、我々は先に進むか。いや、一応ね、これセーブしていこう。よし。じゃあ行きましょう。まあ、こんな感じで、きっとね、至るところにあるんだよな。ああいうね、味方のテントでセーブしたり寝たりすることができるから、それをうまくね、利用すれば、結構なんだろう。こう、遠出するときもね、まあ安心材料の一つですよね。ただ、確実にね、この先にあればって話なんだけど、まあ別になかったらね、自分でほら、テント作ればいいっちゃいいんですけどね。うん。よし、なるべくこう回り込んでいってみよう。内陸の方はまた別の機会に行くとして、一応この外周をね、どれぐらいの距離感があるかぐるっと行きたいんでね、行ってみましょうかね。さあ、またこれ崖沿いに道に出ましたね。整備されてるっていう風に捉えていいんだろうか。この島はね、こんな風に、島を移動する用のこう道ができてるって感じかな。例えば、車両とかでね、こう移動できたりなんて、そんなことも想定されてるような、整備され具合ですよね、これ。しかし、人っ子一人いないな。これはこれで、ちょっと拍子抜けって感じ。彼らは、森の中にしかいないんだろうか、もしかしたら。出会わないもんね。あ、これ下、浜があるぞ。浜がありますね。いや、ただな、高低差がすごいな。これ落ちたら危ないから。結構広いかも。これは広いぞ。さあ、食料、水分、まだ大丈夫。体力もまだ OK。まだ行きましょうか。よし、浜まで降りてきた。結構な高低差でしたね。あー、めっちゃ綺麗なとこだな。ねえ、これ、ほら、なんとかビーチみたいな感じで。綺麗な浜、ねえ、白浜って感じ、これ。平和だ。あ、なんかあるぞ。おおおおお、これは？これは？ボートがあるぞ、ボートが。やった。よし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 。あー、まあ、そうですわね。朽ちてますね。残念ですね。スピードスター R100。ねえ、こんなところに、何もでもこの中にはないかな。一応見ていってもないですね。はい。あ、ボックスボックス。よし。じゃあこの浜沿いに行ってみましょうか。お、今度はなんだ？今度は、これはサメかな？サメか？打ち上げられてる？どうやら？何もできないな。うえぇ、うえぇ。いや、何かできないかな。できないな。よし。でも我々は先に進むしかない。行きましょう。あれ？これよく見てください、これ。魚がね、なんか打ち上げられて干上がってる。めっちゃいっぱいいるんだけど。ほら、でもね、これはアイテムではないみたい。オブジェですね。おーっと、ボートがまたしてもあるけども。あ、ロープだ。
やった。これもそうですね。このボートは何だろうな。あ、これ同じような感じ。よし、あ、ポイントが出てきた。ポイントが出てきたけど、いやー、どうしようかな。ちょっとでもこれまだ行きたいよね。そうなんですよ。これ海沿いをね、歩いてるような理由があって、この島をね、ぐるっと回り込めれるかどうかっていうのを知りたいんだよね。だからこう歩いてるんですけど、内陸のね、探索はね、またいつでもできるかなと思ってるんで、ちょっとまずはこの島をぐるっと一周してみたいと。だって考えてみてください。もし自分が、なんか無人島に降り立ったら、まずその島がね、どれぐらい広いかって知りたくないですか？ねえ。そういう好奇心から、この島がどれぐらい大きいのかっていうね。うん。まずそれを知ってから、それから、さあ、じゃあ、どっしり、ね、腰を据えますかとか、いや、そもそもそうじゃなくて、ね、もう点々とね、もう遊牧民じゃないけど、点々と歩くってやり方もきっとあると思うんだよな。っていうのはね、めちゃくちゃこれ広いんだよね、これ、今回のマップ、多分。今歩いてる感じ。あ、亀だ。これ相当広いよ、今。ただ、どうなんだろう。太陽の位置が今あそこにあって、これ東西南北がわかんないんだよな。あれ？浜に集落がある。行ってみるか。人はでもいないか？いる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 。一人発見。ちょっと待って、一人だけか？いや、二人いるな。いや、ここはちょっとアタックかけてみる？ここを制圧したら美味しそうじゃない？なんか。いや、めっちゃいるな。なんかもう、使っちゃう？ピストルは弾が13発か。グレネードとか使っちゃう？グレネードもうそこにちょっと入れてみるか。で、ほら、来た。なるべく、あそこだな。ちょっと待って、これ距離がわかんない。おら！行け！あ、逃げられた。いや、これはまずいわ。動かれたら、なんかいかついやつがいる。行くぞ、2発目。おら、届かないか。あれでもね、なんか彼らってなんか、あれ待って。ちょっと待って待って待って。待って、これもしかして、敵対してない？ひょっとして。なんだ？いや、敵対してるわ、思いっきり。思いっきりしてるわ。なんだこいつ。やば。あ、すいませんでした。ああ、そういう感じなんだ。強いね。めっちゃ強いじゃん。ん？どこ、ここ。あれ？え？何、何、何？これ動けないんだけど。これどうなってんの？あ、これ捕まってるんだ、ちゃんとまた同じように。オッケー？一緒だな。え？でもそこにいないまだ。あ、こんにちは。襲ってこないの？こんにちは。はい。あれ？襲ってこないぞ。助けてくれたってことなのね、もしかして。じゃあ。だけどさ、これ、君たち、結構やってるよね。これ、やってるよね、これ、きっと。
なんだこのびっくりマーク。あ、荷物をここに置い、落としちゃったって感じね。はい。帰ってきた。あら？なんか思わぬ展開なんだけど。ほい、まね、まね。名前、いてててて、あれ？よくわからないな。やはり、その、なんて言うんですかね。はい。もう見たもの、すべて、敵ということの方がよろしいでしょうか。二回やられたらそうだよね。死んじゃったことになるんでね、これね。で、もう、あー、うーってなってるよね。あー、ちゃ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 ー。リスタートで、どうなるんだろう。最後にセーブしたところかな。え？なんかヘリコプター乗ってんだけど。こっからやり直しってこと？え、リスタートってさ、もしかしてやっちまったこれ。最初からってこと？まあでもいいや。ちょっと早くパソコン閉じてみよう。どうなるか。あ、ダメじゃん、これ。ロードしなきゃダメだ。リスタートはダメだ。ほら、またこんなとこから、一番最初からやり直しってこと？でも、ちょっと気になるんだよね。今ね、ノートパソコン早く閉じたから、その、スポーン地点、あ、これどうやら雪山なのかな？どうやっても。一緒ですね。あ、雪山だ。ああ、これ完全リスタートだ。この人がね、何者なんだろうっていうのを改めて。あ、ほんとだ。もう完全に全部なくなってるわ。よし、わかったわかった。じゃあ、ちょっと戻りたいと思います。はい、セーブしたポイントまで戻ってきました。はい、物持ってますね。時間を巻き戻そうって感じですね。リスタートしちゃダメだね。リスタートしたら、最初からもう一回全部、はい、すべてなかったことにしやり直そうってことになるから、そういうことじゃないってことだな。了解了解。よし。で、ここ戻ってきちゃったから、また行かなきゃいけないんだけど、浜にいた人たちが、なんか一見仲間と思いきやみたいなとこだったんですけどね。よし、ちょっともう一回あそこまで戻るか。よし、戻ってきた。結構遠かったな。でね、あのね、あれですよ、弓をね、ちょっと作りました。待って、相棒がね、相棒置いてきちゃったんだよな、実は。まあ、いっか。行きましょうか。弓矢で行けるかな。うわー、これなー、この矢、この弓矢。めっちゃいるんだけど。ん？これ、どれぐらいのあれが出てるかわかんないな。あー、結構落ちるね。待てー。めっちゃいるんだけど。やば。おら。おら。おら。あれ、ヘッド当たってない？おい、待てー。おら。おら。あはは。この矢がすごい飛ばない。ちょっと君待って。よし、ありがとう。ごめんね、ちょっと矢がね、あれなんだ、もったいないからね、ごめん。よし、とりあえず仕留めた。一人仕留めた。次このなんかでかいやつ行こう。おお、しゃがまれた。あ、ヘッドあるね。よしよしよし。ヘッド一発だ、やっぱり。オッケー。あ、ごめん。ごめんごめん。頭で一発でね、ちょっと。はい。そうそうそう。楽にね、してあげるからね。おーい、危ね。これはまずいな。おい、よし。あれ、なんか物落としたぞ。なんだこれ。え、アイテムドロップしたってこと？さあ、あと何人だ？今、1、2、3、4人やったぞ。もういないか？あれ、いなくなっちゃったね、もう。
やった、制圧した。いないね。どういうあれなんだろう。カメを、いや、これ完全にこれ集落だよね。うーわー、これは誰なんだろう。我々側の方なのか、それともここに住んでいるこれ原住民なのかな。行くぞ。はい、結構落ちるねこれ。むずい、慣れるまでこの弓。はいはいはい、すまんな。よし、あー向こうに一人いるね。ちょっとめっちゃ遠いけど、まあいいや、とりあえず制圧したな。この上にいるのは誰ですか。串刺しになってる、肉が干してある。じゃあですね、ちょっと物色できるものしていきましょうかね。とはいえ何もないぞ。あ、シート発見。あとは、セーブもできそうもないですし、まあ、自分でテントあるしかないってことか。帰ってきたね、あの一人ね、あの一人やっちゃうか。泣いてる泣いてる泣いてる。よし。オッケー、制圧した。やはり指最強ですね。ちょっと癖があるけどね、これね。確認でございます。いないね。よし。あー、出てきた。やっぱりね。なんかあると思ったんだよな、これ。おー、うまい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 。おいしい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 。木箱は開けられますよ、ということですね。このトーテム系って壊せるのか壊せないのか。なるほど。これもできないですね。そういうことか。よっしゃー。っていうか、相棒、もう、全くどっか行っちゃったな。とにかく、あれか。あ、やべやべ、来た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 。ちょっと待って、追ってが来た、追ってが来た。倒して、骨をね、なんか、もらうっていうだけじゃなくって、なんか、アイテムドロップするっていう風だったら、倒していくのに、なんか、目的が出てきたよね。やべ。そう、この弓じゃなくてもっといい指が欲しいな。よっしゃー。とりあえず骨アーマー作るかね。え、そういえばあのテックアーマーだったっけ、あれ壊れちゃったからな。骨アーマーでも作ろう。どう、燃えてるかな。あ、燃えてる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 。葉っぱもうちょっと入れていくか。多分燃えてるよね、これ。よし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 。あ、またポーチだ。オッケー、骨できてるできてるできてる。やった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 。よしよしよし、これで骨アーマーが作れるぞ。骨をね、手に入れたことによってね、骨の弓矢っていうのがあるね。骨の弓矢か。これか。出た。これあれか。表記揺れか。骨の弓矢って書いてあるけど、アーマーだね。うん。やっぱ合ってた。よしよしよし。アーマーでした。結構コスト高いな。2枚。ダクトテープ使うのは痛いな。よし、アーマーね、4つつけましたね。いや、しかし相棒マジで来ないぞ。迎えに行かなきゃいけない。めんどくさいな。あとは、ちょっと待ってくださいね。これ石、岩だよね。これ岩とかもなんか、あ、待って、これ。ちょっと待ってよ。あれ？何これ？あ、岩を、
あー、これあれじゃん、この焚き火のあれじゃん、上級バージョンだ。こうやって作るんだ今回。今たまたまこれ持ったらこんな風になっちゃった。そういうことね。よし、まあここで一晩過ごすか今日は。相棒走ってきた。よしよしよし、相棒が来たんだったらここで一泊していくか。じゃあこれタープがいっぱいあるから、よし、ここでまた、じゃあ今日の宿はここにしよう。お疲れお疲れ、いやめっちゃ疲れてるね。お疲れさんお疲れさん。よしよし、はい、ここにねできましたよ。はい、というわけでございましたね。今回もですね、この海沿いをねぐるーっともうかなり歩いてよ今回。でもこれまだ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 続きそうだから、これどうやら最初にあった雪山のところの裏側にこれ回り込めそうないっていうか、もう裏側に来てんじゃないかってぐらいの感じなんだよな。どうなんだろう、わかんないけどね。うん、そしてね、この集落をね初めてちょっとね制圧してみたんだけど、どうでしょうね。なんかね、やった感じ前作ほどね、なんかアグレッシブじゃないんだよな、敵が。なんか一瞬、ねえ、味方なのかなとか思うような感じの挙動もあったんだけど、死ぬ前ね。なんだけど、どうでしょうね。まあ、いろんなタイプのやつがいるのかなっていう気もしますがね。はい。ということで、またね、こんな感じでちょっと、もう旅ガラスじゃないけどね、今日構えずに、こんな感じでもう渡れ歩いてね、できたらぐるっと、一回りしてみようかなと、海沿いをね、というふうに思っております。で、そのまあ道中でね、またいろいろ発見があればという感じでやっていきたいと思います。はい。というわけでございましたね。じゃあ今回ここまでとなります。じゃあ次回またあっちの方ですね。はい、行きたいと思います。ではではまた次の動画でお会いしましょう。